こんにちは、みなたち。こんにちは、警察屋たち。今日の動画は、理由があった。なぜか動画始まったの。俺のね、俺の財布がなくなっちゃった。そうです。俺の財布が、かくれんぼが知ってた。かくれんぼしてた。俺の財布は迷子になっちゃった。いや、でも警察、交番で今探して、めっちゃ嬉しくなったから、ブログ始まりたかった。取った人の、でももらった、拾ったの人は、お金、全部取りました。全部取った。残念ですね。全部取った。コインも取った。これ。オプス。これも取った。これ全部。残念ですね、マイケースディアス。残念ですね、俺たちのケースディアス。全部めちゃくちゃにして現金取って、セレブレーションがしよう。でもよかった、お財布探して、ちょっとセレブレーションしよう。やっぱりタトゥーにしよう。セレブレーション、タトゥーにしようぜ。ブラックアイズタトゥー、はい、見てみよう。こんにちは。こんにちは。これ初めて。初めてですか？いえ、タトゥー場所行った。これなんかトラ、なんかジャガワヤのお尻、なんか欲しい。お尻か、like、こことか、トラか、like、ジャガワヤのパターンに してと思った。なんか写真あります？ない、イマジネーションで。イマジネーション考えた。どんなスタイルがいいとかあります？なんかジャガワヤのスタイル、どんな、なんかカラーがいい、ブラックグレーがいい、あと、はい、やばい、ブラック、あの、グレー、私たちたくさんアーティストがいるんで、ブックを見てもらって、好きなアーティストさんのスタイル、みんな違うスタイルがあるから、それで選んでくれると、私たちも案内しやすい。なんか
そう、うん、写真とかない？何物か全部お任せがいい、全部お任せ、英語の方がいい？英語の方がいいじゃない、はい、日本語で大丈夫、日本語でOK、じゃあ、うん、そうだな、うん、座って大丈夫ですよ、で、いろいろ見て、ここにも本があったりするし、ファーストタトゥーですか？はい、ファースト、うん、たくさん本があるから、いろいろ見て、ごめんね、たくさんいっぱいあるけど、みんなそれぞれスタイルが、例えばこういうリアリスティック、うん、リアルなジャグアーがいいのかとか、うん、そうだな、時間のスタイルとかアメリカントラディショナルのスタイルとか、ジャグアーね、みんなスタイルがあるから、カラーはいらない、カラーだっていいですね、とてもかっこいいですね、一回やったらどんどんもっとやりたいみたい、本気にみたいに本気にタトゥー欲しい、本気に欲しいにみたいに話してた、でも実は欲しくない、じゃあ、はい、じゃあセレブレーション始めましょう、髪切りしましょう、あとカードでできますか、んカードで、カードキャッシュオンリーです、あ、はい、残念、お金、髪切りますか、あ、現金ないですか、現金ないですか、はい、じゃあ他のセレブレーションしようぜ、メキシカン、メキシカン食べ物、クオ、この島、あ、へい、He's one of my men, anyway.その人、俺の先生、高校の先生だった、うん、でもね、ここの国であんまりメキシカン食べ物食べないです、だからを食べましょう、まあ、ケース食べましょう、俺たちのケースディア、サルサやりたい、ちょっと待って、ちょっとサルサやりたくなっちゃった、
観光してレンゴは買った。タコスでレンゴは頼んで来た。OK、食べましょう。Delicioso. Viva la México. Viva la Canelo.Viva la horchata. Viva la purpurindo. Oh, oishikatta. Mecha oishikatta, sore. Okay. Ja, tsugi, ochi kaeroもうすぐやっぱり1、2、3、4、5、6、7月に、もうすぐお母さんの誕生日だからやっぱりプレゼント買いましょう。やっぱりこれの一番いいバイブ。ちょっと待って、現金ないからチケット買えない。ちょっと忍者になれないと、忍者にならないと。シークレットエントランス探そう。
よし、シークレットエントレンス。よし、シークレットエントレンス探しました。サボテンを買いました。さっきその言葉習った、サボテン。その格好で帰ってきたの？うん、そう。なんで？パンツがビームよ。なんで言うと、忘れた。でもプレゼント買った。そうなの？あ、サボった。サボった。お、かわいい。かわいいじゃないねえ、すごい、ありがとう。あ、どこ行ったの？あ、横須賀中。横須賀中？横須賀中に寄ってたの。ありがとう。ちょっとキスできないけど危ないですね。あ、危ないですね。危ないですね。ありがとう。影しないで大丈夫。影じゃないよ、怪我なんて言った？何が？なんて言った？ダメジューシーじゃないかも。美味しくない。美味しくないですか？食べてみて。ちょっとご飯がね、古い。あ、でもみーちゃんも食べてるよ、ほら。うん。いただきます。よし、ご飯を食べました。次は
立てクラス行きます。普通は一人だけいるから二人あってよかった。あとやっぱり演技の練習は本物の戦いを助けるか分かんない。筋肉本当の戦いの筋肉と筋トレいいか分かんない you know? 日本語で you know? ね?でも本当に戦いする欲しいか分かんない。それも分かんない。やっぱり本当に戦うのはやめる方がいいかも。演技するの方はいいかも。両方できるかも。まだ分かんない。でも上手な人になりたい。何でも
何でも。縦とボクシングは合うか分かんない。だって演技なんか縦で、まあ、演技してなんか演技するときなんか体ちょっと硬くする you know? だってやっぱり演技だから。100% でなんか、まあ、で当たってない。でも 100% 当たれるかも。演技だけど、わかんない。Hold on、ちょっと待って。Hold on。わかんない。とりあえず明日ボクシング行こう。その興味ある。話したかったら全部話さないと。手品だって手品全然合わないよね。動画作り編集これは全然先週とは違う。コメディと音楽、それ前の話はコメディと音楽は合わない。でももう今はなんか100かける100正しかった。じゃあそれでチャンネル登録してごちそうさまでした。ライクしてごちそうさまでした。ビデオ再生回してごちそうさまでした。ありがとう皆さん、ありがとうみんなたち。ケイサディア、後で